うーし、再開していくぜ。さて、前回仲間を集めようっていう話をしていたかと思いますが、今おりますのがスタックのバーでございまして、こちらにこの冴えないハゲたおっさんおりますけれども、名前見ていただくと銀遊詩人となっておりまして、これユニーク仲間キャラクターだね。この剣士の世界にはこう名前が固有名詞でない一般モブと、ある程度こうユニーク、一人しか存在しないユニークキャラクターっていうのが存在して、この銀遊詩人はユニークキャラクターの一人ですね。まあ、せっかくユニークキャラクターなんで、仲間、これ、せっかく仲間にするならこいつでいいんじゃねえか。って言ってやったんだ。へい、さっさとこっちに来るんだ、ベイベー。私が探しているのは戦士だ。よいどれ。レートはなんだ ?3000 キャット。いいよ。この銀遊詩人って結構ね、旅をしてても、こう、なんだろうな、会話をしてくれたりするみたいで、なかなかねこう面白いキャラクターではあるんですけれども、まあこのままでいいか。髪型銀遊詩人っぽくねんだな、髪の毛だけな。ちょっと銀遊詩人っぽい髪の毛になってもらえる、これ。せめて、そうね、ロン毛じゃね、これじゃね、銀遊詩人。ひげはどうかな。ひげなしぐらいでいいんじゃない。ごっつい顔してんな、おめえな。ごっつい顔しとくけど、これ青とかこういう色味でどうですか。あ、いいんじゃない。あ、銀遊詩人っぽいよ。おうおう、いいいい、これでいこう。はい、銀遊詩人。顔がごついんだ、おめえよ。うん、装備品もろくなもんがないっていうことで、ちょっと待って、舞台の名前変えとこうか。とりあえずルジクにでいいや。はい。んで、二人を連れて、とりあえず一旦ヘフト目指したいと思います。ということで、一旦ヘフトまで行ってきます。さーて、やってきましたわ、ヘフト。ここで少し装備品を整えてというところでございますが、器用さボーナスとか下がんのか。あ、なるほどね、これ。どうしよっかな。高級品等級とかあるが。器用さが下がる。これむしろ、私にこれ装備させて、むしろ私に装備させて、これをあれか、金融指示に渡すという、そういう選択肢もあるか。これありそうだな。したらばこうして、こうして、これをこうして、こう。あとズボン欲しいな。ズボンね、同じズボンが欲しいところだけど売ってないな。とりあえず上着は変えましたよ。で、武器を買いに来たんだわ。弓矢で何か良さげなものがないかというのを見に来たんでございますが、熟練等級とか売ってんな。ただ今回買おうと思ってるのが爪楊枝というね、クロスボウでございますが、これをメイン武器として、あと爪楊枝が必要。1個で一発なんだっけ。とりあえずこの13発でどれぐらい撃てるのかがわからんが、
ちょっと試してみよう。ただ今怪我してんだよな。あとバックパックが欲しいので、旅のお店を探しております。よーし、やったー。じゃあこれを、ほい、取引範囲かい。おい、ちょっと来い、禁止人来い。禁止人どこ、何詰まっとんのや君、本当に。それバックパックもう2個ぐらい買っといてもいいかな。今後仲間キャラが増えるだろうか。でも1個しか買えんな、これな。安いやつ。これでいいんだが、とりあえず、これ、君、持っときなさい、バックパックね。これ売ろう。売って。お金がねえな。お金がなく、だいぶなくなっちゃったな、これ。兜も欲しいな。そうすると、まあ、シャツもないし。シャツ屋さんね。あれ、ここでシャツ売ってた今。シャツ売ってましたかねこれ。売って、あ、兜は売ってんだね。なんか買おっか、これ。資格ボーナスある。ここら辺とかでもいいかな。砂嵐。そうね。これどう、もうちょいいいもん売っててもいいんだわ。とりあえず安めの、なんでもいいわ。安めの、もう全部高級陶器。そんな高級品求めてねえんだ。一旦いいか、頭なしでもなんとかなるじゃろ。であと、せっかくここに来たんで、これ待てよ。武器屋。せっかくここ来たんで、これ確か売り物見せてくれ。これってサブウェポン高えな。しかしもうちょっと安い武器、ああさっきの売らなきゃよかったから、ちょっと待って、売ったやつ買い戻したい。あれ、ここで売ったんじゃないか。こっちで売ったんだっけか。売り物を見せてくれ。売ってねえ。さっき売ったサブウェポンどこ行った。よーし、あったあった。で、これを、あ、つまようじ売ってんじゃん。ちょっとつまようじ持っといて。あと、傷薬もちょっと買っとこう。うん。お金がだいぶなくなりましたが、ちなみにこれ休める、勝手に休める。さあ、あんた休んどいて。で、インベントリからこれ、爪楊枝渡して、これも渡しとこう。いくつか渡しとこう。で、私は何をしたかったかっつうとだよ、ここにユニークキャラクターおったと思うんだな、多分。ちょっと入ってみよう。こんにちはーす。どうもー。いなかったかな。あ、この人だな。皇帝天狗、おりますね。この人もあれ、なんか喋ってんな。ビーフジャーキー的なもの。リバイアさんを手なずけるんだ。なんなりと天狗様。明日バカな農民屋でいくつがいたぶってやろう。ごもっともです、天狗様。とんでもねえ悪大感がいたもんだ、俺。ホーリーロードフェニックスの名を継ぐ者としてこいつは許しておけねえ。許しておけねえが、ちょっとこいつが寝静まるのを待つしかねえな。さーて、皇帝天狗さんも寝たタイミングでございますが。さて、ちょっと所持品見せていただきましょうか、これ。なるほど。なかなかいい刀をお持ちですね、これね。高級品とか持っておりますが。じゃあちょっと代わりにこれ差し上げますんで、これちょっといただけますかね。ぜひともね。さて、あれ？今のどこ行った？刀、あ、おい？ちょっと待て。あ？首を動かすのが面倒で、目だけで上下を、で、こちらを見る。どうなることかと思ったが、
ようやくたどり着いたか、アウトランダー。新たな英雄こそ我が帝国が必要しているのだ。剣士よ。頼みがある。古代のグリーブ、ラースが我が国に害を与えている。家畜を殺し人々に興味を落としてね。だがお前であればこいつを追い詰めることができるはずだ。その刀があれば、そいつを一刀両断し、永遠に葬り去ることができる。あん？地位も、奴隷も、え、マジ？私の、惹かれるね。まずは骸骨の魔法使い。クランクナットスパナを探す。ほう？私の、印を持っていくがよい。え、なんだろう。せっかくだから開けてみようか、これ。グリーンフルーツの噛み砕いた種が入ってる？混乱した表情で彼を見る。袋を閉じ、確信を持ってうなずく。分かってないけど、うなずいとこう。彼は異常に震え出し、窒息するような音を立て、太ももを叩き出す。うわぁ、どうした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 なんだなんだなんだちょっと、そんなことはいい。あー、おめぇ。なるほど。これ。ちょっと、せっかくだから、あ、普通にもらえた。普通にうがうがしてるけどもらえた。ああ。なんか、どうしてなんか、なんだ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 、なんで、なんで、なんで攻撃してくんの？ちょっと、なんで攻撃してくんの？うわー、捕まったー、これ。待って、これインベントリに入れて。どないしよう、これ。英雄だー、言うてたのに、これ。捕まりましたけども、これ。私、どこに連れてがれるんでしょうか？それ、やめて、いた、天狗さん、ちょっと。ちょっと、拝借しただけじゃねえすか、それ。まだ、足には、初期ステータスの銀融詩人がいるから、なんとかなると信じたいが、お前、どこに連れてくんだ？治療せえや、せめて。それ、どうや？せめて治療した方がええんとちゃうか？ちょっと足も預けとくか。うろちょろしてっけど、女天狗が外うろちょろしてええんか？奴隷商のとこ連れてこうとしてます？それ、もしかして。もしかしてだけど、もう。もしかしてだけども、奴隷商のとこに連れてこうとしてます？それ。懸賞金500キャット。おい、天狗、お前どこに連れてくんだ、お前マジで。ちょっと、天狗さん？あ、外。そんな生優しい、そんな生優しいことでいいんです、それ。いただきました、じゃあ。足怪我してもうた、これ。添え木してもこれ直せるレベルじゃねえな。天狗から名刀を盗んでも、これ、あれですね。生優しい対応をしてくれるだけということがよくわかりました。ということで、こっちの方に戻る前に、ちょっとなんか手頃な相手で、あれだな、手頃な相手で、弓矢のさ、能力とかを確認したいところではあるんだが、え、持ってないの？持ってるでしょ。寝て。ちったらば、回復して、ちょっと、手頃な相手を探しに行きます。こんなところにちょうどいい連中がいるじゃねえか、これ。これね、反乱農民じゃねえ、反乱農民で。よし。早速、先制攻撃。で、銀融詩人の動きを今回確認していこう。クロスボウの、撃ってる。いいよ。はぁ、近接になっちゃうと殴っちゃうってやつだね。撃ってるけれども撃ってるけれども微妙だったな、それ。攻撃して。ちなみにインベントリのさ、弓矢が、あ、一個で結構撃てる。全然当たんねえな、おい、おめえよ、それ。当てて。あの距離にいる相手当てて。まあ、スキルはどんどん上がってるからいいけれども。当てろ、ちゃんと当てろ。おい、いくらなんでもひでえだろう、お前、それ、銀融詩人さんよ。お、倒せたんか、それ。ふぅ。こんな形で結構ね、遠距離から攻撃できるんだけども、お、
手頃な相手がおりましたよ。またシュッシュッ、これねよく見ると刺さってんすよ矢が。これ見て、これシパ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 って、これ命中率悪いな。おいそれ、で射線上に、あ倒せた。射線上に味方がいると誤射しちゃうんですけど、うわーなんか地獄絵図。それもねスキルレベルが上がることによって、まあ、改善するようなものでございますね。ちょっと他に手頃な相手おらんかの。うわーうわ、これ弓矢シュパ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 って打ってるけど誤射してない？何発か誤射されてる気がするが、ふうなんとか倒せたが。犬神どこ遊びに行った？お前なんか攻撃してんな。まあいい、誰か攻撃してんの？誰に向かって撃ってんのそれ？君どれ？これの、あこいつ、なるほど、一生懸命撃ってるけど当たってる？あー横っ面に2発当たってますねこれね。ぐったりぐったりしてるけど、これかわいそうに全然当たらん、全然当たらんよこれ。下手くそかあいつ下手くそか、おいもっとちゃんと狙えそれ。あー当たった、怪我の治療しようとしてたやつに当たった。一生懸命頑張ってるけど矢がなくなるんじゃねえかっていう、そういう疑惑がある。これどうなの？あー治療されてるよ。ちょっとほら早当てて、早当ててそれ。あん弓なくなったんか、まさか。いやあるな。どうして攻撃やめた？あ殲滅されたと、そういうこと。なるほどね。んーだば、ドクラまで戻ろう。まあだいぶ能力は上がったが、結構射撃できたからね今で。今回はあと拠点を作りてえなって思ってんですな。拠点作るメリットって結構いろいろあって、この自分の拠点の中でいろんなものを作ったりすることでお金を稼ぐことができるっていうのが一つ大きなメリットですね。でいろんなことが自動化できるんですよ。英雄リーグ連合、いろんなことが自動化できて、わざわざねこう頑張る必要ないんですね。放浪者もうこいつらも倒すか、せっかくだからこいつらも倒して。なぜ近接に行ったし、銀融支持いいけど、まあ近接に行きたいなら行きたいでいいけど、よしで、まあいろいろなメリットがあるんですけども、デメリットもあって、こいつら何、傭兵ギルドか。拠点を構えると敵がねめちゃくちゃ襲ってくるんですよね。そこら辺がちょっとデメリットではあるんですが、まあ、今回はそのデメリットも受け入れつつ、敵が襲ってくるというねそれも受け入れつつ拠点運営やっていきたいなと思っておりますよ。ということで拠点の設営地点はやっぱりオクランのどっかにしたいなと思ってて、ちょっとね適切ないい位置があればいいんですけれども、ちょっと拠点に適した場所がないかどうかを探します。さてやってきましたはオクランガルフのスタックの上のこの辺りですね。まあもともと生まれ育ったスタックの町から近いところがなんとなくいいなと思って、ここに拠点を構えましょう。ちょうどねまあ位置的にも、まあ、そんなに悪くないんじゃないかというところで、こちらにまず第1号となるお家建てさせていただきます。ドン。これでこう建物がどんどん建っていくわけですよ。これお金が今ないのが若干気になるが、傭兵を雇って家を守ってもらうという、あ
あれ建築材料足りない？あれ結構あったと思うんだけどね。どう？ダメ？インベントリーバックパックにあるやつはダメだっていうことかい？それつまり。立ったか。立ったー、来たー、これ。我が家。なんもない我が家。縦に長えな、無駄にこれ。2階とかあるかなと思ったんだけど、なんもなかったわ、これ。1階だけだったわ、ちょっと。で、吟遊詩人はさ、倒れてんだけど、せめてこれ担ぐか。せめて担いで、ちょっと建物の中入れるか。もったく世話が焼けるんだから、これ。建物の中入れて、で下に下ろす。で、まず最初に何を作るかっていうと、これ研究台ね。これが何はともかく、何はともあれ必要なわけでございまして、回転とかこれどうやんだっけかな。まあほい。ただ、他の建物近すぎる？当たった。じゃ、これで、研究施設を作り、で、この研究に、本とかを入れるんだったかな？確か。まず、何を作ろうかっていうとこなんだけど、何をするにも、本が必要なんですね。本が必要じゃないやつは、とりあえず、片っ端から、まず、研究して、トレーニングダミー、とかも作るか。他は、販売所とか、ショップカウンターとか作れるが。おい、吟遊詩人、いつまで昏睡状態なんだ、おめえ。こういう研究を進めて、どんどん建てられる建物を増やしていく。そういうわけでございますな、これ。プレイヤーの拠点が立つと敵の襲撃とかが発生し始めるわけなんですが、これあれだな、ちょっと吟遊詩人、こう、そろそろ復活した。復活した。復活したか。えらい。さらばこれ、買い出し行ってもらった方がいいな。ちょっとお前さん、スタックまでちょっと一走行ってきてくれるか、これ。売り物でもこっちが持ってんな。あー、お前さん、あ、何も持ってんの、ちょっとごめん、一回帰ってきてくれる？なんか襲われてる、なんか襲われてるぞ、おい。大丈夫か、帰ってこれるか、無事帰ってこれそうだ。ちょっと売り物を持って、売り物を持ってだね、これ。キャラクターがさ、二人いると、こういう、一人は拠点、で、一人は冒険の旅へみたいなさ、そういうこともできるんですな。他に、ちょっとここら辺も持ってって売ってもらうか。うん。で、これは、こうして、間違えた。捨てた？間違えて。ここに本をポイってやることで研究が進むようになりますと。で、ちょっと待って、吟遊詩人、お前スタックちょっと一っ走り行ってきてくれ。ワイはここで研究しとるわ。ほれ、今一生懸命この青点が吟遊詩人なわけですが、一生懸命走っておりますね。ま、なんとかたどり着くでしょう。え、嘘でしょ、吟遊詩人さん。やられ、何やられてん。おい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 、この距離で、この距離すらお使いできないんです。ちょっとそれはひどくないですか、本当に。もう、何、敵がいんの、ここら辺。何がいたんや。モンスターの巣みたいなマークはあるが、スタックまでたどり着ければ、とりあえず、何の問題もないわけ
でございますが、とりあえず売り物売って売り物売って売り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 、は千か誤差だな、これ誤差ですね、これね。他には交易所で本とか売ってたら嬉しいんだが、建築材料は売ってるが本、あ、売ってるね、本買おう、本買ってきて、あとは他はいっか、本だけかあんの。こっち何が売ってるよ、何売ってる、あ、ここにも本売ってるじゃん。本買ってお金がねえ、これでしたら本買えたならばよ、これ自分の拠点まで戻ってきてください。でルジクニが研究してんのもこれもったないんだよね。本1個で研究できる、いや文字、新しい建物接続なんかバグってるけど、小さな家、小さな家が欲しいな。本2個で小さな家建てられるようになる、まずそれだな。早く帰ってきてもらわへんと困る。もうちょいもうちょい、よしよし、来た来た、ナイス。でこの中にこの本をよいしょと突っ込むことによって研究が小さな家できる。であと技術レベル2も突っ込んで、あとはそうね、鉄板、技術、貝、布地とかまでいいか、料理、パン焼き必要、衣類とか武器製造はまだいいかな、電気が必要だな、風力発電、火力発電、風力発電さえあればなんとかなる。照明も作って、ピッキング練習欲しい。布地もちょっと作っとくか、じゃあ。主要技術、文字、わからんけど、ちょっと言っとこうか。これで、だいたい、研究ができたんじゃ、なかろうか。全然これ拠点襲われねえな。ちょっと鍵かけとこう。襲われんなよお前、無事に生き残るんじゃぞ。というところで、私はあれだな、お金稼ぎ、そうこうしてるうちにお金稼ぎをしてきた方がいいな。つうかあれだな、研究が終わったらば一旦お金を稼いでこないとあかんな、これ。せやなぁ。新しい建物を建てるにも、研究が終わらねば建たんのよということでございますよ、これ。とりあえず、ストームハウスが建つようになったから、ストームハウス建てるか、建築資材16個で建つらしいが、建てよう。これがやっぱね、今後のメインの建物になっていきますので、建築資材足りるか？さっきちょっと売ったのは失敗だったか。これができたら隣の建物はもうぶっ壊しちゃっていいな。これが2階もあって、あ？なんとかプレイヤーの拠点に向かってる。どうしたどうした？これだな。なんかが来てんぞ、これ。建築資材が足りねえ。建築資材が足りねえでやんす、これ。どうしよう。何はともかくお金も足りん。何も足りん。なんかが来てる。お金も足りん。困った、これ。ちょっと、一旦研究はいいから、なんか、もう、うわ、なんだ？なんだおめ。なんだおめ。
トライアングルバンデット？ちょっとなんかやべえのが来てるんですけど、向こうの方にいるっていう人、なんかが近づいてきて巻き込も。せっかく味方かどうかわからんが巻き込も。おめえらなんだ？フィスト、傭兵ギルド、ちょっと傭兵ギルド助けてくれんか。オディが基地を防衛してくれるやつ。あー、ほらね、もうお金が足りなかった。ちょっと傭兵、トライアングルバンディットさんと傭兵がこうぶつかったりせえへんか。これどこ行った、トライアングルバンディット。こいつらか。飢餓状態。ホーリーネーションいるじゃん、そこに。そしたらば、これあれだよ。トライアングルバンディットが釣り出して。おいおいおい、こい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 。ちょっと、さ、助けてもらえません？これ。トライアングルバンディットに襲われてるんですよ、私。無視かよ。倒すしかねえか、これ。そんなに強くねえわ、これ。分かった分かった。はい。話します。どうも、過去があらんことを兄弟。取り出す。OK！ 私の手、祈りはしない。手を取れだと？嫌な予感がする。彼の言った通りに、彼の手を取る。はい、彼の手を取る。おー、からんの光の主よ。汝の炎が明るく輝き、この祝福されし肉体を隅々まで清め、影の誘惑に打ち勝たんことを。ああ、なるこや、これは永遠に続くのでしょうか。私はオクランの信者やから。創造主の愛のみを渇望せん。あたえ、あら、ここにつまへん。ダメだ、耐えろ、頭への平手打ちは。信仰と彼にビンタをする。喜ばしいことだ。ありがとう。ありがとうだけど、ちょっと待って、ここら辺の死体。もらえるものはもらっていく。まともなもんがねえですなあ、これなあ。まあ、ないよりはマシ。いや、ないよりはマシですけれども。まあ、この少量の売り物を携えて、どうしよっかなあ。ちょっとお前さんは、ホーリーネーション軍事基地とかでもあるかな。お、なんかワンコが襲いかかってきた。襲いかかってきたワンコからこれゲットして、建築資材が足りないから、これなんもならんわ、これ。ちょっとブリスターヒルまで一っ走り行くか、自分には。で、こっちはこっちで着きましたよと。パブない？パブの1軒や2軒ないのか。なんか面白い看板の店があるな。まあこっちでいいか。で、売りたーい。うる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 。多少のお金にはなったがっていう感じか。ちなみにここ何屋さん？これ何屋？あ、や、宿屋か。薬売ってないか？あ、薬屋さんね。なるほどね。薬はまあ、ええわ。そしたらば、一緒にブリスターヒルまで向かうか。ブリスターヒルに向かう途中、なんか、雑魚敵でも追ってくれたらよかったんだが、やっぱここあれか、お金稼ぎのために、少し、モンスター退治をせんといかんかもしれん。ノー、これ、ノー。ブリスターヒルに来たもののですね。こいつらカモか？ホーリーネーションだった。カモ、どっかにカモはおらんか。どっかにカモはおらんか。やっぱお金を稼ぐなら、あれか。ここら辺？ヘングのこのガット。この地帯、ここら辺の地帯にめちゃくちゃ美味しいモンスターがいた気がするんですな。ということで、次回、お金稼ぎ。もしくはもうすでにお金を稼いでくる。というところで、今回はここまでにしましょうか。
いや、まあ今回もね、名刀一本手に入れて拠点を中途半端に立てたというところで終わってしまいましたが、次回なんとか拠点作成を進めていきたいところでございます。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またね。